こんにちは。めっちゃヨレヨレなんだけど。こんにちは。待って、髪巻いてるじゃん。可愛いんだけど。人生で初めて自分で巻きました。なんか本当に初めて巻いたんですけど、あのね、メイクさんがいつあの固定ヘアがさ、いつもこの辺のハーフアップのこれぐらいしか下ろしてないじゃないですか。そうだから全部下ろしてる時の巻きです。なんか毛量めっちゃあるように見えるんだけど、自分初めて巻きました。皆さん、この服覚えてますか？これは歌唱審査の時の服です。そろそろエビタイム。あ、さっき食べました。5分前までエビ食べてました。はい、エビ食べてました。実は前、最近、今日2回目です。エビ、昨日も2回ぐらい食べた。で、その前もエビ、お昼食べた。タッチュンさん、ソフトクリームありがとう。あ、言われてみればそうだね。でしょ。そう、歌唱審査 YouTube をちょっと見返してみてください。多分これでお団子をしてた気がしますけど、今日は、まあ、人生で初めて自分で巻いてみましたけど、なんかやっぱ髪が短いから、髪長い方が巻き髪っていいよね。ちょっと髪が短いかな、まだっていうのと、初めて巻く癖して、初めて巻く癖して5分前に準備を始めたので、違う、45分からだったから35分に巻き始めました。まさかの間に合わないということで、後ろはめちゃくちゃストレートです。はい、見えるとこだけ巻きました。さすがに可愛すぎて無理。本当に似合ってますか？私、髪の毛がね、こうなんか毛量が少なくて毛が細いんですよ。だから巻いたら多分毛量が増えたように見えていい感じ。キョンさん、かき氷ありがとう。眠すぎて43分まで寝てた。うわ、私は珍しく寝てません。まあ多分次の配信までには寝ると思うんですけど。あ、ケイタさん、かき氷ありがとう。ケーキじゃない、かき氷、あれなんて言った、ケイタさん、かき氷ありがとう。あの、皆さんに朗報です。今日の9時から、じゃあ8時から9時の配信が終わった後に、何時からかわからないんですけど、接続ができ次第ルームスの配信をしようと思います。結構人も集まってきてるし、今月もあと3日しかないのでやろうと思います。でも他の同期を見てると、なんか操作がめちゃくちゃむずいらしくて、機械音痴の私が、例えばね、これ次が8時から9時なので、じゃあ9時5分から始めますってなっても、多分接続できないので、接続でき次第という感じになります。はい、で15分ぐらいだけやろうと思います。明日はね、公演が昼夜なのでね、朝早いので早く寝たくて。とりあえず一旦配信を試しでやってみます。なのでみんな来てくださいね。めっちゃ難しいらしいんですよ。いや、でもね、動画をね、上げるのもむずくって、あの、今日もね、さっき動画上げたんですけど、なんかよくわかんない数字とかをいっぱいあって、なんかマジでむずいんですよ、ルームスが。ブログとかってのマネージャーさんに送るだけなんですよ。
でもおばめも自分のメールから送るだけなんですよ。でショールームはもう配信開始ボタン押せばいけるんですけど、ルームスがめっちゃむずくて、そうもうね、9期のグループメールがね、これどうすればいいのみたいな、この画面何みたいな会話がよくあるんですよ。そうで、なんかこの間もみそらが配信した時に保存っていうかアーカイブを上げられないかったらしくて、アーカイブってムービーに上げるんですかね。先輩さんってどうしてますか。アーカイブは載せたいんですけど、多分配信が終わったらそれを保存できるんですよ、多分こっち側が。なので保存してそれをムービーに上げたら多分アーカイブっていうことになるらしいですなんかそうやって書いてあった気がする。ユッキーさんハートありがとう。ワズさんレインボースターありがとう。キョンさんソフトクリームありがとう。ワッピーミーさんソフトクリームありがとう。先輩に聞いちゃう解決策ね。あの西山玲子さんに聞いてたよね。でも私 LINE 交換してないので、あの先輩さんと、うん、でもゆうみさんがいるあとライブの時に黒島さくらさんがあの LINE で画像写真を送ってくださりました。なので私本当に連絡先持ってるのがその2人なんですよね。ショールームのコラボ配信も失敗したりややこしいで。え、コラボ配信誰か失敗したんですか。さっきわかったやつだかな。二郎さんかき氷どうぞとアイス食べてありがとう。イルカさんタコとラブレターありがとう。マジで分かんなかったらユミさんに聞きますでもなんかヨシミンもなんか機械に強そうだからヨシミンにまず聞きます。なんかミソラもヨシミンに聞いて解決してた気がするからヨシミンに聞きます。イルカさんレインボースターありがとう。ポンズさん、レインボースターありがとう。眩しい。なんかさ、上唇にリップが乗らない。え、先輩さんも もちろんアーカイブ残してますよね。特に私たちはその来月からやっぱ登録する方もいるかもしれないからだからアーカイブ残さないとマジの限定ですよね。上唇に色つかないし、唇が分厚いのでここに影ができて影ができるんです。ほらアーカイブ残してくれることが多いだよね。じゃあ残すの頑張ります。本当に巻き下ろし可愛すぎて苦しい。え、なんかでも下手くそじゃない。今必死に隠してるんだけど、ここのボリューミーさやばいんだけど。え、でもさ、こうやってやったらいける。これ急いだのバレバレなんだけどなんかどっかないかな、うまく負けたとことか。なんかカクカクなんですけど違うこんなはずじゃないけど、確かにあのなんていうんですか、固定ヘアも巻いてるけど全部のおろしじゃないからあれで、あれだね、マジの初。明日のお昼公演行きますよ。お、待ってます。ありがとうございます
ワッピミンさん、アイスありがとう。イルカさん、アイス食べてありがとう。ワッピミンさん、ビーチボールありがとう。ジローさん、風呂敷と花束ありがとう。てか、あのさゆきが網あげてたのめっちゃ可愛かったね。私も昨日赤ちゃんを撮ったんです。あ、ツイッターでさ、さゆきとああいうなんか、なんていうんですか、会話っていうかやつやってるけどさ、実は普通にさっきまで連絡取ってたっていう本当に気持ち悪い。もさ、昨日もさ、あの2時1時半とかまでさ連絡取っててさ、何話してたんだっけな。あ、なんか明日の公演のなんか MC のお題をなんかが来てたから、仕切りの人から、だからなんかそれに書いたんですよ私が。でそれがね、なんかさゆきに関係することを書いたんですよ私が。私が選ばれるか分かんないんですけど、でそれを私はさゆきにちょっと見てみたいな、そのお題の私の答えをちょっと見てきてって言って、そしたらなんかね、変な答えが返ってきました。やっぱさゆきのが一番いい。本当ですか。さゆきのマジで毎日連絡取ってます。赤毛のすみほさん、かわいい、ありがとう。伝わってきました、かわいい。赤毛のすみほさん、ハートありがとう。わずさん、レインボースターありがとう。変な答え、そう、それはちょっと MC で私が選ばれない限りちょっと答えられない。今はネタバレになってしまうので話せないので、ちょっと明日の公演を見てほしいですね。夜公演のユニット前の MC を、まあ私が当たれば、ちょっと待って、さゆきからちょっと、さゆきの通知が、そう、ちょっと分かると思います。私が選ばれなければ、あのルーム数で、書きます。なんかブログみたいな機能もありますよね。ちょっとそれで書こうと思います。本当にね、ちょっと変な答えをね、私が変なんですよ多分最初に言ったことが。ともきさん、かき氷ありがとう。ともたんさん、だるまありがとう。当たるかどうかは明日まで分かんないんだ。そうですね、多分その仕切りの子が当てるからって言ってきたら私は喋ります。ポストさん、レインボースターありがとう。髪ボサボサ。次の配信が8時からという、ちょっと遅めですね。この時間はB2 さんの公演がありますかね。はい、プラス夜ご飯食べます。めっちゃ態度悪いんだけどこの喋り方、ここに机があるのでね、こうやって寄りかかって喋ってる。次は1時間だね。そう、最後の枠はね、一番人が来るんですよ。8時から9時とか、9時から10時とかが、だから1時間やります。明日で終わりだ、寂しい。わずさん、レインボースターありがとう。きょんさん、レインボースターありがとう。晩ご飯もエビ食べるの？正解。今日朝昼晩で食べてる。朝はエビドリアで、昼がエビで、あのエビ、丸っきりのエビで、で夜も丸っきりのエビです。こういうタイプ。ショールームイベントでユキノのことたくさん知れて嬉しいよ、ありがとうあ、すいません、変な声出してしまって、
え、なんかさ、ルームスの配信もさ、こういう感じのコメントが流れるんですか？どんな感じなんですか？どんな感じなんだろう。なんか楽しみ、やりたいな。早く夜は暴れるってことが変わりました。それは秘密で言うか。かゆい、足かゆい。このイベント終わっても配信してもいいよ。配信しようかな。配信します。でもね、これからね、フェスのねリハがね始まるのでね、空き時間にやりますね。リハの時とかさ、汗かいてマジで人間じゃないような、もう本当に終わりのようなビジュアルだからね、やりたくないんですよね。こういう何にもない日はさ、こうやって髪の毛とかできるけど、もうドスピンの髪型ももうなんか変な位置で縛ってみたいな、まだそういうあのなんていうの、そういう感じの顔ビジュアルの時はもうルームスでやります。全世界には発信できないので。あ、JUSEYO さん、かき氷ありがとう。本当にかき氷が食べたい、もうずっと前から。なんかこのさ、このかき氷送ってくださるじゃないですか。これのせいでね、かき氷がめっちゃ食べたい。でも昼夜の時は食べれる確率が高いので、反省会が早く終われば、ギリギリに終わったらもう帰らなきゃいけないけど、なんか巻き取れてきていい感じになってきたね。こっちの巻きが結構お気に入りかも。ハッピーミンさん、かき氷どうぞ。ありがとう。あんまかき氷屋さん最近見ないんだな。確かにかき氷屋、なんか最近アイスとかが流行ってますよね。アイス屋さんみたいなのが多くないですか。かき氷、確かに。でもなんかさ、普通に歩いてたらさ、かき氷のさ看板とかありません？なんかたまにある。ハッピーセットのジュース、そう、ハッピーセットのジュース。サイズがちょうどいい。劇場にかき氷機あるよね。メンバーがよくしてる。そう。え、そうなの。そうそう、そうなんですよ。あとはマネージャーさんがアイス買ってきてくれたりするんですけど、なんかあれなんですよ。公演が始まる前にね、なんかトレーナーさんとかそのマネージャーさんがね、必死に氷をね固めてるんですよ。氷固めるあのなんて冷凍庫みたいなとこで。は絶対かき氷食べれるやんと思って頑張ろうって思ったら、まあ案の定食べれるっていう。いつもマネージャーさんがかき氷を作ってくれます。皆さんは何味ですか。これ多分前も聞いたと思うんですけど、巻き持続力短い。そう、私ね、直毛っていうのかな、なんかもう癖っ気なんですよ。だから髪の毛をね巻いて家を出たらもう5分経てば直毛になるんですよね。多分ね、今もね1時間配信してたら多分もう無理だと思う。だから公演の時もね、あの前髪とかにつけるさケープみたいなのあるじゃないですか。それをこっちにもかけるんですけど、結局最後はもうまっすぐになってるみたいな感じ。汗とかかいたら余計巻き取れる。もうだってこの辺ほら、ま、だって私最初内巻きにしてましたからね。これ癖っ気で外巻きになってる。ともたんさん、かき氷どうぞ10個、ありがとう。ひでさん、かき氷ありがとう。ことちゃん、ハートありがとう。
ポンズさん、かき氷ありがとう。クセッケってストレートにしても巻いても取れるから大変で、そうストレートにした時が一番私はもう嫌です。だから逆になんかこういう巻きの方がなんかクセッケバレなくてよくないですか。なんかストレートにしたら外出たらもうこっち行ったりこっちに巻かれたりそっち行ったりあっち行ったりみたいな感じになるんですよ。そうだね、私ねいつも撮影の時とかね、撮影の時にメイクさんからメイクしてもらって着替えに行ったらもう巻きが取れちゃってて、あのメイクさんにもう巻き取れてるやんって言ってまた巻いてもらうみたいなのとか、一番最初の今の公式写真の時もストレートにしてもらったんですけど、ストレートじゃないですかみんな。でそしたら着替えてるうちにもう取れちゃってもう一回アイロンを通してもらうっていう。そうだから前髪もどんなに決めても家を出て10秒でもう終わりですだから前髪に時間をかけるのはもったいないと思ってます。赤毛のすみほさん、だるまありがとう。ゆるくさんかき氷どうぞありがとう。ことちゃん氷の旗ありがとう。今1位になってることちゃんアイスありがとう。ひでさんかき氷ありがとう。ともたんさんかあさっき読んだねかき氷どうぞありがとう。ことちゃんハートありがとう。あの今回撮影したやつはマジでいいのでみんな楽しみにしててください。結構先輩さんたちがもうツイッターとかフーアさんとか楽しみにしといてくださいね。生写真の何が生写真に使われるか分かんないからさ、こっちも皆さんと同じタイミングで知るので、あそれは嘘かな、サイン書くから。そうでもまだまだだよね多分、ちょっとよくわかんないけど自分で決めたいよね。そうなんかでもね意外とねいいやつが選ばれてるんですよ。そうなんか前も言った通り私はこっちの顔が好きなので盛れるので、大体多分皆さん今私の生写真とかなんかグッズを持ってたら見てほしいんですけど、基本多分こっち向きのこういうやつだと思いますあんまこっちでこれはないと思います。大体こっちからカメラ見ると目がきつく見えちゃうんですよね。そうなんか卒業写真ってさ自分で決められるじゃないですか多分決めるなんかやっぱ人数も多いから決める時間がないんだと思います。ジャガーさんかき氷とソフトクリームありがとう。ハットさんソフトクリームありがとう。ジャガーさんはじゃあピンクにします。ジャガーさんジヤえちょっと待って、なんかさこの先がさ2つに分かれてて見て、なんかめっちゃかっこよくなったんだけど伝わらないかなこれ、なんかねすごい面白くなってる、わかりますか、伝えたいです、見えるわけない、やばいどんどん上にどうしよう、これどうすればいいですか。
深いですね。はい。ちょっとマジでさ、もうどうしよう、マジでやばい。こんなにいっぱいあるよ。やば、また半ズボンなのバレてる。めちゃくちゃパジャマ。お、この画かっこいいんじゃないか。え、10分やばいやばいやばい。ありがとう、教えてくれて。読みます。ノアナーさん、ソフトクリームありがとう。じゃあ段読みします。13ヒデさんありがとう。12ワズさんありがとう。11タッチュンありがとう。10位ワッピミーさんありがとう。9位カヨさんありがとう。8位イルカさんありがとう。7位JUSEYO さんありがとう。6位ことちゃんありがとう。5位きょんさんありがとう。4位ポンズさんありがとう。3位ともたんありがとう。2位赤毛のすみほさんありがとう。1位ポストさんありがとう。よし、かけますね。ついに、やばい、マジでさ真っ黒なんだけど。これどうすればいいんだろう。なんかホワイトボードってさ、なんか黒くなるよね。待って、ちょっと顔が映ってないんですけど、ちょっとだけ我慢してください。なんか字書くときはね、姿勢が良くなる。よし、できました。1位ポストさん、2位赤毛のすみほさん、3位ともたんさん、ありがとうございます。次は、8時から9時です。でその後にルームス配信もしようと思います。お願いします。ありがとうございました。次何グラム一緒にやろうかな。これ一緒にやっていいんですかね。そうするしかないですよね。何グラムしようかな。じゃあ次、なので皆さん一緒にかき氷のなんか、なんだっけ、なんかのかき氷を考えましょう。お願いします。何回も言うけどマジでマッキーよろしく、可愛いです。ありがとうございます。この髪型はマジで可愛い、本当にありがとうございます。初見です、あやちゃん、ありがとう。初見なのかな、ありがとう。よし、サンサンソフトクリームありがとう。キンキンさんだるまありがとう。ペンライトのペンライトありがとう。わずさんレインボースターありがとう。はい、それでは皆さんさようなら、ありがとう、ありがとうございました。バイバーイ。まだ時間はある。また次も来てください。さようなら。小指だけなんかまっすぐなのね。バイバーイ。